皆さんこんにちは、ワナリブルビーチです。では今回は、ギルンでワークシューズの共有 V、ジャミー豆腐ティタンズ編、続きをプレイしていきたいと思います。地上でのエウゴとの戦い、激化しているんですが、まあ、その中でもドリントン基地、ハワイ基地を攻略して、今回は、アジア、北京攻略作戦を発動していきたいと思います。早速、発動しちゃいます。これより、北京攻略作戦を開始する。目標は、東アジア、北京基地である。諸君らの健闘に期待する。で、同時にですね、オデッサとベルファストがエウゴの手に落ちているという状況なので、このオデッサとベルファストですね、ここの攻略に関しても準備を進めていきたいかなと思います。では部隊を送り込んでいきましょう。ジャミト不可か。ニュータイプ研究機関村雨研究所が強化人間を研究するための資金提供を求めています。資金の提供をご検討ください。北京の攻略作戦、これは発動中ですが、村雨研究所からの支援要請来てますので、これ早速キリマンジャロ基地に対する攻撃を支援を表明しておきましょう。さらにキリマンジャロ基地攻略作戦をエウゴが検討しているという情報をキャッチしてます。村雨県には早速支援を表明、はい、実行します。研究所からの報告をお待ちください。ギャプランが完成してます。ギャプランにはそうだな、やっぱりヤザンとかに一刻に早く乗ってほしいですね。では北京攻略作戦、部隊を実際に侵入させていきましょう。ティターンズ31、エウーゴ34。エウーゴも北京の防衛にだいぶ戦力用意してましたね。ここまで数が多いとはちょっと思ってなかったので、まあ、3ターンぐらいですかね、時間をかけて攻略進めていきたいと思います。投入する部隊簡単にご紹介します。まずはメッサーラに乗ったシロッコ、あとは現状ではアッシュマーに乗っているサラ、隔離コンなんかも投入しています。続いてマーク2にはライラ、ジェリド、そしてモンシアとマーク2を3機用意してあります。まあ、これらを使ってね、敵の方は機影を見る限りメタスやリックディアスが中心ですかね、これらを撃退していきたいと思います。では基地中心部に向かっていきましょう。では交戦状態に入ります。まあ、うまくですね、敵の前衛部隊を排除しながら、アルビオンとかそういう機体が落とされないように注意をしていきたいと思います。ガルダがですね、もう瀕死の状態に一気に追い込まれてます。地上での作戦でガルダ、まあこれカラーリングはアウド村に見えますけども、このアウド村を失うのは痛いので、ガルダは一度撤退させます。マトシを乗せてるのがむしろ良くなかったかもしれないですね。ここはジェリドのマーク2です。まあ、ジェリドがマーク2に乗ってたのはほんの一瞬だけなんですけど、この中ではね、結構頑張って前線をジェリドのマーク2が支えてくれてますね。モンシアも同じくマーク2です。モンシアもね、能力的には先ほどご覧いただいた通り、結構高いんですよね。使い勝手はいいかなと思います。バズカソリです。撃墜スコアはもらいだい。この私を落とそうというの。ここはロザミア。面白い。ハイザックに乗ってる状態なので、できればここはね、もうちょっと高性能機にこの後乗り換えていってもらいたいなと思います。エウーゴの方はもう完全に量産機がネモに変わってますね。ジム2とかがね、多いかなっていう感じを、まあ、前回まで受けていたんですけども、完全にネモに変わってるなっていう状態ですね。バスクのアルビオンが集中攻撃を受ける。
これこらえられるかちょっと微妙ですね。なんとかね、バスクには残ってほしいんですけど、残れなかった。残念ですけど、バスク大佐はここで一時離脱ですね。ちょっと前に出しすぎたかなっていう、まあ、完全に僕のミスですかね、これはね。まあ、バスク大佐にはこの後、どこすぎやかなんかに乗ってもらいましょう。ここはヤザンです。ヤザンもね、まだハイザックなんですよね。まあ、ヤザン用にギャプランは今用意してあるので、到着したらヤザンをね、ギャプランに乗り換えてもらいたいと思います。やめてくれサラ、会いたいんだ。カツがいたのか、ここには。ファーとカツとアストラージがいる3スタックですね。それを言うのは男じゃないわ。だからあなたのこと全部好きになれないの。サラ、ファーを撃墜です。アッシュマーを失ってしまったのか。ちょっとこれアッシュマーを前に出しすぎましたかね。これもちょっともったいなかったかなっていうところで、無駄に戦力を失ってしまってるので気を引き締めていきましょう。ガクリコンもしっかり生き延びてますからね。敵の前衛はまああらかた叩いたかなというところで、ユニット数は逆転できたと思います。この後は部隊を立て直して残っている敵をね、掃討するために中心部へと向かっていきたいと思います。報告します。キリマンジャロ基地にエウーゴの大部隊が出現しました。至急迎撃態勢を整えてください。北京の攻略作戦がまだ完了していない中、敵がエウーゴがキリマンジャロにやってきたという話ですね。北京の守備隊、思いのほか強固ですね。2ターン目になってますけども、まあ、残念ながらこのターンで北京の攻略完了というところまではちょっと持っていけなそうですね。はい、北京での攻防続いてますが、キリマンジャロですね、マラサイを中心に部隊を集めましたので、これで防衛をしていきたいと思います。敵部隊が侵入してきました。防衛、これ見る限りどうだろうな、ジムにしか見えないので防衛はなんとかなりそうですね。しかもアウド村らしきところにですね、敵が10機も入った状態で接近してきてくれているという、またとない好機が到来しているので、これ逃さずにできれば落としたいですね。できればこのアウド村を腹の中に入れたまま沈めたい。これできたらだいぶ大きいですよね。索敵がうまく効かなかったのでどうかっていうところですかね、あとはね。落とせなかったー。惜しかったなー。もう一撃でしたね。ちょっとそのユニット的に戦力がダウンしている状態での攻撃しているものがいくつかあったっていうのが落とせなかった要因ですかね。まあ残念ですけど、ここは盛り返していきましょう。ガルダ撃沈してまーす。腹の中には4機ユニットが入ってましたね。この程度の実力では。ではハワイの攻防、北京の攻防戦ですが、敵部隊相当していきましょう。なんか相当ハワイに行きたいんですかね。北京を毎回ハワイって行ってしまうんですけど、この北京を取っていきまーす。では制圧をして敵の潜水艦を排除しておきまーす。残存勢力の総統戦に移行します。北京が取れました。我が軍は敵特別エリアの制圧に成功しました。3ターンかかりましたね。エウーゴの戦力低下によりオデッサ基地、ベルファスト基地への進攻が可能です。ヨーロッパ攻略作戦を提案します。敵取ったことによってオデッサとベルファストの攻略作戦が解放されましたね。
この後準備をしていきたいと思います。で、その前にですね、キリマンジャロに関しては、防衛できそうかなという目処が立っているのと、あとは、技術レベルがまだまだ低いので、これをね、少し上げていきたいなというふうに今後は思っています。では、今回はここまでにさせていただいて、次回ですね、また今度続きをプレイしていきたいと思います。